魔王ドリアン。何からお話ししましょうか。世界の珍貨ドリアン。醜果、醜い果物とも呼ばれるドリアン。ことドリアンになるとそれにまつわる話だけで十分面白い。高等無形のヨタ話から科学的真実、風習、収穫の様子などそれだけで一冊の本になると言われている。それほどドリアンは常軌を逸していて、滑稽で美味が美味で愛嬌があって懐が深い果物なのである。果物界の魔王と呼ばれるゆえんである。ドリアンはその魔性のため空港、機内、ホテルには持ち込み禁止ということになっている。実際に僕と鈴木中記者は宿泊していたホテルに持ち込もうとしてボーイに強硬に押しとどめられた。その魔性とはまず匂い。機内に持ち込むとまず乗客の鼻が曲がり、顔が曲がり、人体の曲がるところはすべて曲がると言われている。当然パイロットの鼻も曲がり、プロペラ機だとプロペラが曲がって落ちると言われている。こうなると命に関わる。暗算の天才がこの匂いを嗅いだ途端、 3×21 の答えが分からなくなったという。ドラキュラが裸足で逃げる途中マントにつまずいて転んだという話もある。日本の天狗は鼻がよじれて結び目になってもがき苦しんだという伝説も残されている。一体どういう類の匂いなのか。古くなったチーズと玉ねぎを混ぜた匂い、下水道を流れてきたバナナ、卵とチーズとアボカドと納豆をよーく練って発酵させ、3年ほど寝かせた後、ヤマハエ仕込みで醸造し、これを硫黄でスモークして、ぬか味噌に5年ほど漬け込んで、草屋の原液を少量加え、最後に東京ガスの生ガスでガス蒸しにした匂い、などという悪意に満ちた表現もある。これらの説は、ドリアンが嫌いな人たちの表現である。そうではないと僕は断言する。本当にそうだったら東南アジア各地でドリアンがあんなにも熱狂的に支持されるはずがない。ドリアンは年2回6月と8月に収穫されるが、その時期になると奥さんを七に入れてでも食べたいという人たちがドリアンの位置に殺到するという。そういう意味では日本の初ガツオに似ている。ドリアンはタイでも1個1500円だった。屋台のラーメン1杯50円と比較するといかに高いかがよくわかる。収穫期になるとドリアンの木の下に小屋が立つ。小屋の中には万人が泊まり込む。ドリアンの実は完熟すると落下する。これを他人に取られないための番小屋なのである。このあたりは日本の松茸的状況に似ている。ドリアンの木はおよそ高さおよそ30メートル、実の大きさはほぼラグビーボール大で重さは約3キロ。実の周りには硬いスパイク状のトゲが無数に突き出ている。このトゲは素手では痛くて持てないほど鋭い。こういう凶器が30メートルの上空から落下してくるのである。無論小屋の屋根は丈夫なものでなければならぬ。番小屋の人はいつ落ちてくるとも知れぬドリアンを泊まり込みで耳を澄まして待つ。ドスンと音がするとヘルメットを2個かぶってそれとばかりに拾いに駆けつける。いいですね、こういう光景。いかにも南国らしくって。話をドリアンの匂いに戻そう。ドリアンの匂いは基本的にはメロンの匂いである。ただしこのメロンは
メロンの道を踏み外している。踏み外して少しぐれたところか、ぐれたところがある。やや凶悪化したと言ってもよい。メロンがぐれたのがドリアンである。人間もそうだが、少しぐれた方がその後立ち直った時、人間的な幅ができるし、奥行きも深くなる。メロンとバナナとマンゴーとパパイヤを少し腐らせ、チーズ臭を加え、そこに南国の花の香りを封じ込めたというような匂いである。ハワイに行くと空港でレイをかけてくれることがありますね。あの花の匂い、ただしそこはかとなく香るというような匂いではなく、むっと迫ってくるような匂いだ。そしてそれが強烈だ。 2DK のマンションだったらラップで密閉して押し入れの奥深くしまい込んでも、来訪者はその匂いについて質問せざるを得ず、居住者はそれに答えざるを得ないという匂いである。果肉はクリームチーズのようにねっとりしていて、ぬらりとした舌触り、とろりと垂れるばかりの果肉を口に含むと、まず感じるのは砂糖そのもののようなかなりの甘み、次に喉の奥の方にさっきの匂いそのもののような濃密な南国の味と香りが立ち込める。ねっとりとした果肉にややムッとするようなねっとりとした匂い、ここのところで好き嫌いが分かれるようだ。ここのところで恍惚となって元気がみなぎる人と、頭痛と吐き気で寝込んで三日三晩うなされるという人に分かれる。ドリアンとは、ドリアンはあっちの方にも効くと言われている。あっちとはどっちかと言われても困るが、少なくともこっちではない方のあっちである。とにかく体が元気になる。どういうふうに元気になるのかと言われても困るが、体が部分的に元気になる、なるようだ。お酒との取り合わせについては2説ある。元気になりすぎていても立ってもいられなくなるという説と、作用が強すぎて命に関わるという説である。元気になるというのと死んじゃうというのとではあまりに話が違うような気がする。